はい、オリオンです。今回の雑学はこちら。はい、クジラの体内を旅行することはできるのかということです。現代の技術だと、クジラの消化液に耐えるカプセルを作ることができると。そのカプセルの中に入り込めば、嚥下作用が働いて、最後はお尻から脱出。というわけにはいかないということですね。巨大なクジラは喉が細いと。餌であるオキアミや小指などを飲み込むほどの大きさしかなくて、人間の入ったカプセルを飲み込むことはできないということですね。ではクジラは、クジラの肛門から突入はどうかと言いますと、クジラの体液の流れと逆流してクジラの体内を進んでいくので、かなりのエネルギーが必要になると。なので旅行は不可能ということです。